ミハウ・ロラジミエルスキ、ニサウジツカ川に立つ三将軍。カロル・スベルチェフスキ、マリアン・スピハルスキ、ミハウ・ロラジミエルスキ。ポツダム会談におけるロラジミエルスキ原帥ミハウ、ロラジミエルスキは、ポーランドの共産主義者、軍人。ポーランド原帥クラク風まで。誕生時の名は、ミハウ・ジミエルスキ。1九1年、ヤギエボ大学法学部において、弁学を開始。 1914年、ポーランド軍団に入団し、オーストリア・ハンガリーの東部戦線における最重要な戦場の多くで卓越した戦いをした。1917年の戦争危機後、彼はオーストリア・ハンガリー軍を退役し、クラクフに戻った。ここで彼は法学を習得し、クラクフ貿易学校を卒業した。1918年、 彼は再建されたポーランド軍に入隊し、ポーランドソビエト戦争に参加した。彼は、はじめ、第二不評連隊を指揮し、その後、有名なポーランド軍団、第二不評師団の師団長に任命された。戦後、彼は、パリに派遣され、ここで、サンシール陸軍士官学校を卒業した。帰国後、彼は召喚に任せられた。ジミーエルスキは、ワルシャワにおいて、 ポーランド陸軍軍政部副部長を務めた。1926年クーデター時、彼は敗北した、政府側で戦った。1927年、彼は、議論ある、贈賄、着服容疑で、軍法会議にかけられ、有罪とされた。一、兵卒に格下げされ、軍から追放され、そして禁錮5年の判決を下された。1931年の釈放後、彼は、 ソビエト情報機関に勧誘され、ポーランド共産党の秘密党員となった。1938年のスターリンによるポーランド共産党の解散命令の後、ジミエルスキはフランスに亡命した。しかしながら、間もなく第二次世界大戦が勃発し、彼はポーランドに帰国した。1943年、彼は人民防衛隊の副司令官となり、 その後人民軍の司令官となった。こうして彼は共産系のルプリン委員会により元の召喚員に服され、そしてソ連側で戦うポーランド軍の総司令官となった。1944年7月から45年1月、ルプリン委員会国防部長。1945年1月から7月、ポーランド共和国臨時政府国防省。1945年5月3日。 スターリンの命令により、彼は、ポーランド減水に任せられた。1946年より、ジミエルスキは、国家安全保障委員会議長を務めた。彼は、かつてのレジスタンス投資、ポーランド第二軍団団員、非怯再建政治家に対する迫害に反対した。同様に、悪名の高いビスは作戦における、ポーランド市民に対する軍の投入にも反対した。 1949まで彼は国防省の地位に止まっていた。この年彼はポーランド生まれのソ連邦元帥コンスタンティ・ロコソフスキと交代した。ロコソフスキはポーランド元帥に任ぜられ1956年まで国防省の地位にあった。ボレスワフ・ビエルトによりポーランド国内で組織されたスターリン主義的粛清の影響で1952年 ジミエルスキは逮捕された。しかしながら、1955年に何の罪にも問われずに釈放された。1956年、彼はポーランド政府により名誉回復された。ポーランドにおけるスターリニズムの終結後、彼はポーランド国立銀行総裁、自由と民主主義の投資協会、ザボーッド、ポーランド退役軍人の組織名誉会長、等を含め、 様々な地位に就いた。彼はまた、ポーランド統一労働者等の党員であり、ヤルゼルスキーが導入した、改憲令後、ジミエルスキーは、国民統一戦線中央委員となった。1989年10月、彼は、ワルシャーで死去した。彼は当時、ポーランド元帥の階級を持つ最後の軍人であった。ありがとうございます。